よし、じゃあ頑張りましょう。3.3本組がいて、あ、かなりきついと思いますけど、あ、しっかり追い込んでください。3000の、1本目の3000のラスト1000から入る感じでいきたいと思いますので、リカバリーは7分でいきますので、そして間が長すぎるのでっていう形でいきます。青木どうする？最初3000、それで、まあ、3本とりあえずやろうと思って、3000は多分いけなくても、減らしてとかで、清太君は、はい、じゃあ後半の2本でいく、前半の2本、はい、今決めていった方がいい。あのメインの主軸の3本は1万メートルに直結していくような練習になってくるんで、何も全部ぴったしくっついていくのがメインでもないので、しっかりペース配分自分で考えながらうまくやってください。それぞれが狙い持ってやってくれればいいです。じゃあ行きましょう。行きますよ、はい。最近小林いいんですよ。でもなんかうえってなってましたよ。いつ？キック展開。本当に。ギリセーフ。さあ、こうなったら三連になってさ、外選手がさ、もうボーってされてる。よく内側行くか外行くかどっちかだよね。口が膨らんできたら。ね、そう、口がね膨らんできたらサインだからね。でもさ、三周とかまだ気持ちも。これは2000の時？プラス2000のやつ？今回何だったの？1万8000プラス2000だった。63、64、65、66。はい、入り。試合も後ろ、練習も後ろから行くのよ、これすごいな、徹底した自分の走り方があるのすごいよね。でも気づいたら前にいますね。うまいんですよ、の抜かし方が。あさこさん、久しぶりです。はい、39、40、41、はい、41秒ゼロ。あれ誰か、もう新人走ってますよね、あの2人。はい、田村コンビ、高校生、66、67、68。はい、いいペースだ。あきら反らないよ。キラ2000だと強いな。みんなに短い練習だと思うと強い。それはやっぱりきついのがやっちゃうんです。
北海道楽しかった？楽しかったです。シグロにも会ったの？あ、会いました。相変わらずすっげバンバンになった。はい、どうしたよ、アイソンさん。なんてアイソンかーって思って、大丈夫かなみたいな。よかった。大丈夫かな。はい、ナイスペースね。小沢君だいぶ慣れてきました。結構よく喋る子なんですよね。はい、2人入っ、あの入ってきたんだけどさ、はい、1人は戦後インターハイ7分。あ、すごいっすね。何分出してるんですか。ま、4分23秒ぐらい。いいなぁ。一律流し。うん。勧誘担当がいましたからね。そうそうそう。もう、もう退任ですか。いや、まだやってくれるんですか。はい、ナイスペース。はい、キダナイスね。 2000m5分40。ペース上がりそうな雰囲気がたね。ジノスケさん引っ張った。結構頑張れ。ちょっと腕が抱えてきた。81秒0。結構ちょっと体傾く。そうそうそう、大体わかる。でもさ、青木とか8分24がベストだから、ほぼベストと同じぐらいでいってない。はい、いいペースでいってるよ。ニトリさんの新人一人インターハイ7番だって、すごい。田村高校、二人とも田村高校さ、あ、一人一船って言ってた。一船の子が。じゃあちょっと一人もらえますか。声入ってる。まあまあいただきましょう。お言葉ね、巻いて。はい、70、80、81。平等にってから30日になんか平等になんかチーム編成させてもらいたいね。一回。うん。結構頑張って、頑張って。はい、小林粘るよ。あとちょっとだよ。はい、小林行き相手。はい、いいペースでいってるから。はい、いいペースだ。あ、キコも30でいったらベストだよ。はい、いいペース、いいペース。8分20。